さて、そろそろ二人の関係について詳しく聞かせてくれるかな。いくらお父様といえどもプライベートなことですから、お答えはいたしかねます。そうですよ、もっと自然に聞かなければ警戒されるのも当然です。同じことですわよ。それで？そういう話は、はじめさんのいらっしゃらないときに。はじめさん、参りましょう。デートですわ。お父様、お母様、私たちはこれで失礼いたします。行ってらっしゃい。ちゃんと暗くなる前に帰って。二宮君も今度一緒にご飯でも行こう。いろいろ結衣のことも聞きたいし。はじめさん、行きますわよ。まったく、お父様たちも興味が出るといつもこうなんですから。はい、何でしょうか。え、そうでしたね。そういえば、先輩にはお話ししていなかったので、何のことかわかりませんわよね。ただ、お母様たちの反応をご覧になっていれば、あまりいいお話ではないとお気づきかと思いますが、それでもよろしいですか？そうですか。では、私が昔、おてんばな女の子だったことはお話ししたと思います。確かそこで、おばあ様の足が悪かったこともお話ししましたよね。私の夢が生まれたのは、おばあ様を、おばあ様のように苦労されている方々を少しでも楽にしてあげたい。そこから私は、たくさんの本を読み漁り、少しずつ道具を集め、物を作る基礎を学びました。あの子はまだいろいろ問題がありますけど、いずれは話し相手として役立つ存在になればと考えたのがきっかけです。それがですね、とある出来事を境に、私はその夢を、はじめさんが気になったとおっしゃったあの時のことです。私に
夢を持つきっかけをくださったおばあさま。そんなおばあさまが亡くなったんです。去年の年末でした。お父さまたちから見たら、あの時の私の落ち込みようはひどかったと思います。はい、そこはちょっと。いえ、かなり無理をしていました。本当に辛く、無意味なほどに元気な青葉がいなければ、本当に塞ぎ込んでいたかもしれません。なので、青葉には、あ、きっと調子に乗りますので、このことは秘密ですわよ。お父様たちは、その時、私に何もしてやれなくお仕事もありましたし、仕方のないことでもあるんですと、まあ、夢を、生き、そうなんです。おばあ様は、最後にとても難しい問題を残していかれた。あなたの夢は知っている。でもそれが私のためだったなら、その夢は迷う。わかりません。私だからこそ、ですがそんな時、とんでもない人が現れたんです。はじめさんです。私の家は、お父様もおじい様も、この学園の卒業なので、はじめさんの掲げた恋愛解禁について聞いた時は、正直無謀だと思いました。それこそ、百数十年という歴史がありましたから。驚きました。ですが、そんなマニフェストを掲げて生徒会長に就任された時は、何を夢を失った私は、大きな野望を持つはじめさんに、それか願掛けですわね。この方の願いが叶った時。はい。そこからはなかなか進展もなく、もうダメかもしれないと諦めかけました。ですが、はじめさんは、正直、心が震えました。この方のそばにいれば、もう迷わずにいられるかもしれない。それが、私にとってのヒーローとの出会いであり。私の、ええ、とはいえ、はじめさんのことは、青葉からお話を伺ってましたし、生徒会でお話しする機会もあり、少しずつ、どこか惹かれると、そこで、おばあ様の残された言葉の意味も、分かった、私は昔からおてんばでしたから、きっと一つの夢に落ち着くとは、思ってらっしゃらなかったんだと思います。先生から説得を頼まれてましたのに、納得されてしまってよろしいんですか？はじめさん、あのようなちょうどいいタイミングで、盗み聞きだなんて人聞きの悪い放課後の件についてお誘いに伺ったところ、何やら先生とのお話がドア越しに聞こえてきた。あとは山吹先輩が戻るのと同時に、何くわ、何をですか？ええ、恋人であり、尊敬するお方でもありますわ。私ももっと頑張ります。当面の目標は、はじめさんをフォローできる。だって、私はこんなにも救われたのに、救われたままでは悔しいですから。でしたら、先輩のその不安を知っているのは、私ただ一人。